いました。落ち着いてください。現在岩手県沿岸には現在岩手県沿岸してください。はい、それでは岩手のスタジオからお伝えします。はい、お伝えします。岩手県では津波がすでに到達しています。宮古市で、第1波午後2時48分、高さは不明です。大船渡で最大波は午後2時54分に20センチ。釜石市で最大波午後2時56分に20センチを観測しています。満潮時刻は午後7時ごろということです。満潮時刻は午後7時ごろということです。現在も岩手県のスタジオ、余震を感じています。皆さん落ち着いて行動してください。机やテーブルの下などに潜って揺れが収まるのを待ちましょう。岩手県では最大震度6弱を観測しました。岩手県の沿岸南部、内陸北部、内陸南部、そして震度5強が岩手県の沿岸北部でした。先ほど岩手県の沿岸では津波を観測しています。宮古で第1波が午後2時48分、高さは不明です。大船渡では最大波が午後2時54分20センチ。釜石市は最大波午後2時56分20センチを観測しています。予想される津波の高さは高いところで平常の海面より3メートル以上に達する見込みです。大きな災害が起きる恐れが高いので厳重に警戒してください。津波は1回だけではなく繰り返し襲ってきます。最初の津波より2回目以降の方が高くなる場合があります。また三陸沿岸は地形により津波が予想より高くなる恐れがあります。大津波警報が解除されるまで厳重に警戒してください。海岸の方には直ちに高台に避難するよう呼びかけてください。津波警報となっています。海岸や河口付近には絶対に近づかないでください。今宮古の情報カメラに出てますけれども、はい、あれ津波でしょうかね。ですね。一列に、はいはい、押し寄せてくる波、今、はい、湾の中に、はい、津波が押し寄せてきている状況が、はい、そのまま見えますね。かなり大きな波ですね。海岸や河口付近には絶対に近づかないでください。それでは岩手のスタジオ、つながりますか。まあ、ご覧いただいているのは岩手の宮古の情報カメラです。津波の波というのはですね、はい、こう普通の波と違ってずっと奥まで、はい、その同じ高さが続きますから、はい、非常にその水圧というか、はい、その水量が多いんですね。ですからもう、はい、本当に30センチ、50センチでも足を取られて流される、はい、
波に海へ近づいたりはしないでください。宮古では 2.8 メートルの津波を観測しました。今のあの茨城で6弱が出ている地震は、はい、明らかに震源の場所が違いますので、はい、先ほどの余震ではないですね。全く別な地震だというふうに考えた方がいいと思います、ね。それは刺激されて連動してしまったとか、そういうことなんですか？それはよくわかりませんけど、いずれにしても